一風変わったゴルフゲーム、スーパーアルバトロス。このゲーム、ドラマ重視で物語の展開がかなりユニークなんだ。主人公の加納哲也は幼い頃に死別したと思っていた父親が実は生きていることを知るんだ。父親を探す旅に出るのはどんなきっかけから？飯田橋カントリークラブで裏の老師に会いに行くことから全てが始まるんだ。そこで彼は謎に包まれた改造ゴルファー軍団との対決を余儀なくされる。物語はまるで漫画を見ているようなドラマチックな展開を続けていくよ。イベントシーンはどんな感じなの？ CD ロムだからキャラクターたちがしっかり話をしてくれるんだ。声優さんの演技も聞けるよ。ゴルフパートはシンプルだけど深い。タイミングを合わせてベストショットを狙うんだ。ゲームの操作感はどう？操作は少しピーキーで、勝利が目前なのにミスってしまうこともあるんだ。クラブを使いこなすのに苦労するけど、その分うまくいった時の達成感は大きいよ。クラブの性能差についてもっと教えて。性能の差がゲーム進行に大きく影響するから、最初はどのクラブを使うか悩むよ。でもゲームを進めるうちにそれぞれのクラブの特性を理解し始めるんだ。ゲームを特別なものにしている他の要素は？実は裏技を使うとバリスの優子がキャリとして登場するんだ。ファンにはたまらないサプライズさ。熱のこもった声優の演技を聞きながら難易度の高いゴルフを楽しめるんだ。このゲーム、ただのゴルフゲームとは一線を画すドラマチックな展開と挑戦的なゲームプレイが魅力だよ。ゲームをクリアするコツはあるの？操作に慣れと各クラブの性能をしっかり理解することが重要だね。そしてどんなに難しくても諦めずに挑戦し続けること。熱いドラマを最後まで楽しもう。まあ、合格じゃ。父は本当に生きているんですね。いつか会えるじゃろうて。お前のゴルフはそのためのものじゃ。よし、ツーオンだ。ヘイボーイ、ユーの腕ではこのコース回るのは早すぎます。危ないじゃないか。腹が立つなら徹夜よ。プレイでお返ししてみ。ミツバチ学園、アイドル養成女子学園を舞台にしたアドベンチャーゲームだよ。新任教師として女生徒たちの悩みを解決しながらアイドルへと導くのが君のミッションさ。ゲームの大きな特徴は実写キャラクターが登場し、ゲームと現実の境界を曖昧にすることだね。特に井上真美さんが出演していて、ゲーム内の人気投票での勝利をきっかけにアイドルデビューしたんだ。大賀やさんも本名の本山美加子名義で出演し準優勝しているよ。ゲームの進め方はどんな感じなの？数々の難事件を解決しながら1年間を通して教師として生徒たちをサポートしていくんだ。アドベンチャーパートをクリアするとキャラクターの人気投票があって、その結果がゲーム外でも反映されるんだよ。このゲームは実写キャラクターの採用により、プレイヤーにより没入感を提供しているんだ。ゲームと現実世界の連動は当時としては革新的な試みで、プレイヤーの選択がリアルな結果につながるんだ。ミツバチ学園ではアイドルとしての夢を追う女生徒たちの成長と葛藤がリアルに描かれているよ。このゲームはただ遊ぶだけでなく、プレイヤーが女生徒たちの運命に深く関わり影響を与えることができるんだ。プレイヤーの選択によって変わる生徒たちの未来、それがミツバチ学園の醍醐味の一つだね。ゲームを通じてファンとの交流が深まり、実際にアイドルがデビューするというのはファンにとっても特別な体験だよ。実写キャラクターの出演はゲームの世界をよりリアルに感じさせる。プレイヤーは直接生徒たちのサポートができるんだ。ミツバチ学園をプレイすることでアイドル育成の難しさと魅力を同時に体験することができるんだ。まるで実際に学園の一員になったような感覚で、プレイヤーはゲーム内での1年間を過ごすことになるよ。
CD 伝人ロカビリー天国は未来を舞台にしたアクションシューティングゲームだよ。原始時代の TC 原人から一新され、主人公ゲンヘッドはワルの科学者によって PC 伝人に改造されてしまったんだ。ゲンヘッドは研究するところから脱走し、伯爵との対決に向かう途中で仲間たちと合流するんだ。仲間たちとの合体によって変身し、様々な能力を手に入れることができるよ。合体して変身するシステムって具体的にはどんな感じ？各ステージで違う仲間と合体できて、それぞれユニークな能力を使うことができるんだ。例えば速さや強さが変わるよ。お肉を食べるとパワーアップしたり、バネ花からアイテムが出るなど、シリーズのおなじみの要素もしっかり残ってるよ。そして CD ロムの豊富な容量を利用して、ゲームのオープニングからエンディングまでテーマソングが盛り込まれているんだ。ゲームを通じてプレイヤーは未来の世界を駆け巡りながら音楽も楽しむことができるよ。豪華なサウンドトラックはこのゲームの大きな魅力の一つ。アクションと音楽の融合が新しい体験を生み出しているんだ。ゲーム内での仲間との合体や変身は戦略性を高め、プレイヤーに幅広い遊び方を提供しているよ。キングタマーボ・サンドロビッチ伯爵との戦いはただの敵対関係を超えた壮大な物語が展開されるんだ。 CD 伝人ロカビリー天国ではプレイヤーが直接物語の一部となり、未来世界の冒険者になれるんだ。このゲームはアクションゲームの枠を超えて物語、音楽、そしてプレイヤーの想像力を刺激する作品になっているよ。まるで未来世界のロカビリーを体験するかのような、このゲームは全てのゲームファンにとって必見の作品だね。音楽愛好家からアクションゲームファンまで幅広い層にアピールするこのゲーム、一度プレイすればその魅力にはまること間違いなしだよ。マンホールは冒険と発見が詰まったサイアン社製のアドベンチャーゲームだよ。このゲーム、プレイヤーが目覚めると目の前にマンホールが。開けるとそこは不思議な世界が広がっているんだ。中には動物たちが生活する世界。プレイヤーはこの新しい世界を探検することになるんだ。実はこのゲーム、特定の目的があるわけではなく、探索自体が楽しいんだ。ゲームというより動く絵本に近い、子供の頃に想像した不思議な世界をゲームで実現しているんだよ。クリアするイベントはないの？そう、クリアすべきイベントはないんだ。ただその世界を自由にうろついて、見て、感じることが全てさ。マンホールの中は、子供なら誰もが潜ってみたいと思うような秘密の世界、それをゲームで体験できるんだ。プレイヤーはこのゲームを通じて想像力を駆使し、自分だけの冒険を楽しむことができるよ。このゲームは探索と発見の喜びを伝えるために作られた、まさに芸術作品とも言えるね。マンホールを通じて見知らぬ世界への扉を開ける、その一歩がプレイヤーに無限の想像を促すんだ。目的がないからこそ、プレイヤーは自由にこのゲームの世界を楽しめる。何度探索しても新しい発見があるんだ。このゲームはただの時間つぶしではない。プレイヤー自身が物語を紡ぎ、不思議な世界を体験する旅なんだ。マンホールは小さなマンホールから始まる大きな冒険。このゲームを通じて新しい世界の発見を楽しもう。自分自身が冒険者になり、未知の世界を探検する、その経験がプレイヤーに新たな視点を与えてくれるんだ。マンホールをプレイすることで日常を忘れ、想像力の翼を広げる。それがこのゲームが提供する貴重な体験さ。コブラ2、伝説の男、寺沢武一先生が全面監修し、脚本から原画まで手掛けた本格的な作品だよ。絵コンテ500枚、原画3000枚という制作にかけられた情熱が伝わるね。原作の入れ墨の女編をもとに
ジェーンの秘密や海賊ギルドとの壮大な冒険が展開するんだ。アドベンチャーゲームとしての特徴は？コマンド選択式で進むけど、声優さんたちの演技が物語をより一層引き立てるんだ。今回のために寺沢先生が書き下ろしたオリジナルの原稿もあって、原作ファンも新たな楽しみがあるよ。 3D フィールドを自由に歩き回り探索することで、まるで自分がコブラになったような感覚を味わえるんだ。敵との戦いはどう描かれているの？クリスタルボーイやハンマーボルト・ジョーとの戦いはまさに迫力満点。ファンならずとも心をつかまれるよ。自由度は低いけれど、それがかえって物語の没入感を高めているんだ。原作未読の人でもこのゲームを通じてコブラの魅力に触れることができるよ。ゲームをクリアするたびに新たな発見があって、何度でも遊びたくなるんだ。コブラのアニメや漫画への興味もこのゲームから始まる人が多いんだよ。本作の魅力はただのアドベンチャーゲームを超えてコブラの世界を深く体験できる点にあるんだ。寺沢先生の監修のもと、細部にわたって丁寧に作り込まれたこのゲーム、ファンならずとも一度はプレイしてほしいね。ゲーム内での選択が物語にどう影響するか、自分の手で探りながら進めるのが楽しいんだ。最後にこのゲームを通じてコブラの新たな伝説を自分の目で確かめてみてほしい。コブラ2伝説の男は単なる続編を超えたコブラの世界を存分に味わえる作品に仕上がっているんだ。不死身と言われた海賊コブラもこれで最後か。メイドの土産だ。貴様を殺す男の名前を教えてやる。俺の名はハンマーボルト・ジョー。とどめだ、死ね。なんだ。なんだあれは。ダウンロードにの世界へようこそ。独特な世界観と美しいキャラクターデザインが魅力の続編だよ。前作と同じく神崎先生によるキャラデザインだけど、今回はストーリーが全く新しいんだ。板橋修法先生が今回のキャラデザインを手掛けて、よりスタイリッシュでコアな雰囲気になっているよ。ゲームの進化についてもっと聞きたいな。 CD ロムニを使った豪華声優陣によるフルボイスでゲームの世界観が深まるんだ。シューティングゲームとしては前作よりもシンプルで直感的な操作感になっていて、アクセスしやすいんだ。ゲームシステムもビジュアルも正当進化を遂げていて、ファンにはたまらない仕上がりになっているよ。配信不可の理由って何？深い理由があるらしいんだけど、それが何なのかは謎のままだよ。そのミステリアスな背景もダウンロードにの独特な魅力を形成しているんだ。スタイリッシュな世界観に緊迫したシューティングアクション、どちらも楽しめるバランスが絶妙なんだ。キャラクターたちの背景や物語も深く、プレイヤーをゲームの世界へと引き込むんだ。豪華声優陣の演技はまるで映画を見ているかのような没入感をプレイヤーに提供するよ。操作のシンプルさとは裏腹にゲームの奥深さは計り知れない。チャレンジするほどにその魅力が開花するんだ。ゲーム内での選択や戦略が物語の展開にも影響を与えるから、毎回違う体験ができるよ。そして音楽もこのゲームの大きな魅力の一つ。没入感を高めるために細部までこだわっているんだ。バーチャルコンソールでの配信負荷は残念だけど、その分手に入れた時の喜びはひとしおだよ。最後にこのゲームを楽しむコツは、世界観に浸りながら各キャラクターとの関わりを楽しむことだね。天外魔境、ジライアについて話すよ。舞台は外国人から見た間違った日本、ジパング。
だね。どんなゲームなの？比較的オーソドックスな RPG で、アニメーションや CG、キャラクターボイスが特徴だよ。声優さんが出てるんだね。誰が参加してるの？主人公のジライアは岩田光雄さんが声を担当してるよ。他にも渡辺直子さんや塩沢健人さんが参加してるんだ。さらに BGM は世界の坂本龍一さんが担当しているんだ。坂本龍一さん？それはすごいね。そうだね。贅沢な作りだよ。キャラクターたちは動物を祖霊に持ち、それが属性になってるんだ。どんな動物がいるの？ジライアはガマガエル、オロチマルはオロチ、ツナデはナメクジを象徴してるよ。この三すくみが人間関係に大きく関わってくるんだ。それは面白そう。物語はどんな感じなの？ジパングが、マサカド、という鬼族の男によって滅びかけたことがあって、それを阻止するためにジライマタが他の日の一族の勇者を探して旅をするんだ。途中で様々なキャラクターが登場して一緒に戦うことになるよ。他にどんなキャラがいるの？ツナデは怪力が自慢の少女で、オロチマルは密偵として働いているんだ。それぞれ個性が強そうだね。そうだね。キャラの関係性や成長が物語を盛り上げているよ。また本作はメディアミックスが豊富で、小説や OVA も展開されているんだ。なるほど。ファンにとっては楽しみがいっぱいだね。そうだね。後にハドソンの人気シリーズとして展開が続いていくんだ。他のシリーズも気になるな。ぜひチェックしてみてね。全て